皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回はブラッドハウンドについてご紹介します。日本ではあまり見られませんが、世界的には全犬種の中でナンバーワンの嗅覚を持ち、その優れた能力で警察犬として犯罪者や行方不明者の捜索の場で活躍しています。そしてディズニーキャラクターのミッキーの愛犬プルートのモデルとなった犬種でもあります。ブラッドハウンドは優れた嗅覚を駆使し、重量犬として活躍する嗅覚ハウンドグループの中で最も古く、7世紀頃のベルギーのサンテュベール修道院の修道士が繁殖していた猟犬が祖先だとされています。11世紀頃にはウィリアム征服王によってイギリスに持ち込まれ、さらに嗅覚を強化していき、現在の姿になったとされています。ブラッドハウンド、血の犬というような怖そうな名前は、純血のハウンドを意味するブラッデッドハウンドから来ています。見た目は筋肉質で大型な体格に垂れ下がった皮膚が印象的です。体格に反し性格は穏やかで、他人や他の動物に対しても優しく、特に飼い主さんに対して愛情深い犬です。また滅多に吠えない犬種です。一見飼いやすい印象を持たれるかもしれませんが、頑固な面もあり、力強い大型犬であるため、しつけを十分に行う必要があります。ペットリフォームのご相談お見積もりはセラフ榎本にご用命いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。